はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2017マイライフやっていきたいと思います。今日の日付が9月15日ですね。で、実際今日やってんのも9月15日で、まあ、日付がね追いついちゃいましたけれども、マイライフ内ではもう広島は優勝は決まってます。で、23ゲームついてんでね、確か8月の終わりとか9月の頭くらいにはもう優勝決まったんだっけ。で、現実世界では9月の16日ですね、広島が勝てば優勝っていう状況かな。で、うちのね鈴木さんがそろそろ怪我から復帰するんで、まあ、ちょっとマイライフの話と現実の話が混じって申し訳ないですけれども、鈴木さんクライマックスシリーズには間に合いますね。で、ちょっと現実のね鈴木さんも怪我しちゃったみたいで、多分クライマックスシリーズには間に合わないのかな。で、他1軍を見てみると、あれ赤松さんも怪我してる、まあ、ただ5日だから間に合うか。で、奥井もね結構強いんで、まあ、クライマックスシリーズは全員で戦っていきましょう。じゃあ今日はそうだね、奥井と練習するか。まだ俺たち1年目だからね、真摯に練習をしていこう。で、今日が9月16日で、どうなってんだ？あ、ヤクルト戦、あ、とか、あれだよね、実際もヤクルト戦だよね。これやっぱあれかね、カレンダーは現実に即してんのかな。あ、ここら辺結構空いてるね。あと何試合？ 1、2、3、4、5、6、7。あと7試合か。ここら辺空きが空いてるのは調整かな？なんか雨とか降って。中止になった試合をこう後ろ倒してここら辺にぶち込んでくるのかな。で、今日は野手か、4位のスワローズで先発は大瀬良さんで、外野は丸さんと俺と奥井だね。で、スターティングオーダー、相手はそう山田選手とかね、能力もう更新されたはずなんで俺更新かけたっけ、更新かけたよな。ミートとかがね F になってれば更新かかってますね。ヤクルトは結構ねひどいみたいですね。今ちょっと言っちゃ悪いけど、タイム予約をしましょう。すーげー上がってんなどんだけ打ち上げたので、スコア、あ、プレイじゃねえよ、野手データ F、 そうだよね、これは多分更新かかってるかな。うん、そうだね、なんか先発っていうかスターティングオーダーでミート D 以上の人はね2人しかいないみたいなF、E、D、C、 この2人だね、川端選手とバレンティン選手、 E、F、F、F みたいなで、控えも G でしょ、 F でしょ、 F、F、E、F、 そうで1人 D がいてみたいな、もうミート力がねひどすぎるっていう。で、広島はやっぱね強いみたいですね。もうみんなの能力忘れちゃったけどさよし、やっていきましょう。この画面も久々だな。相変わらずの奥井、頼む、間に合うか、間に合わないか、これはどうする、奥井に任せるか自分は何もやんないからね。いや、奥井に任せた方がいいでしょう、こういうのは。ただちょっとピンチにはなってるね。バレンティン、これは四球かな、フォアボール。まあそうだね、5番で勝負した方がさすがだ。この回ツーアウト一塁二塁のピンチで、2回の表、これからあれ俺何番だったっけ、5番だったっけ。先頭バッターはヒア、打った、これはファースト、あれファースト今日どちら、ちょっと顔が分かんなかったな。エルドレッドさんか新井さんのどっちかのはずなんだけど、さすが、これでツーアウト、あれは新井さんかな。バッターは8番竹内、投げた、アウトコース低め、空振り三振、最後は空振り三振で仕留めました。あ、エルドレッドだった新井さんはもうちょっと、ちょっと失礼だけど年を取った感じか。決まってストライク、第2球、投げた、これは打ちました、宇宙から上がったか、取りました、これで2、今日は打ててないね。
先頭バッターピッチャー広島勢がファーストの横エルドレッドベースを踏んでワンアウト。これでワンアウト。1番に回ってきたか。投げた打った菊池取った。いや、やっぱりセカンドね、すげえ守備機会多いよね。バッターは2番中村投げた打ったに当たりだ。うおマジか。アウト、スリーアウトチェンジ。二遊間の守備の大切さがよくわかるね、外野にいると。あとね、来週はね、そのサクスペック会があるんで、それでね、試合もちょっとやらないといけないんですけど、これは取れるよね、間に合うよね。さすが。これでワンアウト。ちょっとなんか勝手に走っていくんだけど。バッターは4番バレンティン。第一打席はサクスペ杯はね、もうマジで勝てないんだよね。打てない本当に。これでツーアウトランナーありません。バッターは5番上田。現在ロックオン機能がねないはずなんで。サクスペ杯は低めの球見逃し三振。大瀬良見事スワローズ1本ずつか。よし、回ってきた。おお、このチャンスを。チャンスを迎えました。なんとしてもよーし、こういう風にね打てればね全然いいんだけど、サクスペハイはマジで打てん。ピッチャーがね強いからね、普通に160キロ超えの選手とかいるからね、ストレートも。うん、お見事。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはバントの名手大引き。最初のバッターも打ちました。セカンド右横のフライになりました。てか今日菊池さん何回こう守備機会があるんだ。バッターは8番竹内。今日の第一打席はスイン、ストレート、空振り三振。大瀬良3点入ってるからね、だいぶ楽になったでしょう。お、さらに2点追加。ここからのチャンスには強いよ俺は。3打点を挙げています。チャンス丸とかね、投げました。ついてほしいけど。打った強い当たり。美優君よしよしよし。さらに1点追加、6対0。ピッチャーがね本当にいいよ広島は。全然なんか点が入ってる感じがしないもん。バッター恐怖の格段と山田、今日はショートフライとセカンド、だいたい0点に抑えられるよね。三者連続三振。先発陣がね本当に強い。投げました。打った。一二塁間のゴロ。菊池掴んだ。お見事。スリーアウトチェンジ。大瀬良この回も三者凡退に切って取りました。だってヒット1本だよ向こう。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターは川端。完全試合が潰したからな俺。あれは本当に申し訳ないと思うよ。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは4番バレンティン。今日はこれ守備陣も緊張するよね。ボールはライナーでライトへ。取りました。でもさ、エラーとかだったらさ、完全試合とノーヒットノーランの違いがよくわかんないんだよね。田中ボールを掴んだ。一塁送球アウト。エラーとかだったらノーヒットノーランになるのかな。よくわからん。スワローズ追う展開で迎える8回です。バッター畠山打ちました。三遊間の当たり。三遊間一塁送球。外野に一向に飛んでこないな。ランアウト。ランナーはありません。あ、ちょっと疲れ始めたか。完封できるかな。見逃し三振。あと代打は今波。現在の打率は2割9分5厘。1人投げました。1人っていうか8回はだけど。1、2塁間の当たり。アウト。スリーアウトチェンジ。今の菊池さんの動きもあれかな。やっぱり守備が悪いと取れない球だったかな。あれ100まであと1。いつの間に100安打。どっち。第2球投げた。どうだこれは。音はいいけど。おお入った。68号。100安打だね。ホームラン率どれくらいなんだよ。スワローズ何としても得点を挙げたい9回です。バッターは荒木。打ちました。これも大丈夫だね。ライトも割と行くね球が。バッターは恐怖の核弾頭山田。今日はここまで3打数ノーヒット。恐怖の核弾頭って言ってもね、ミートがすげえ小さいからね、本当にジャストミートしないと飛ばないからね。これは菊池さんが取って終わり。さすがだよ、本当さすがだよ。1対で1安打だよ。こんな試合でも珍しくはないからね。何回かあるよね1安打完封とか。でもやっぱその1安打をね抑えるのが難しいんだろうな。16勝5敗。あ、菊池さんが打ってる。2ホーマー。
ファンってどれくらいの1万2000人か。どうしようかな。ここら辺ってコマンド取れるのかな。そうしたらここら辺はちょっとデートをしていきたいね。試合があるときは奥井と練習をしよう。ちょっと余裕があるときにデートをしていこう。で、ヤクルトの2戦目、ここら辺はなんだろうね、また阪神が1回だけあって、巨人が1回だけあって、中日が1回だけあってみたいな、本当に調整的な感じなのかな。ピッチャーは栗、俺は5番。あ、奥井は出てないね。野間さんが入ってるね。野間さんは肩いいからね、本当に。これで、あれ、そろそろ明日あたりか、鈴木さんが復帰すんの。まずは1回の表、本当に外野のポジション争いが熾烈になるな。先頭バッターフォアボール、三振。キャッチャー二塁送球、でもこれはセーフか。この後に控えているのは、あ、これはちょっと、あ、いきなり先制点食らったな。さらに二塁にランナーがいるか。これはめちゃ際どいね。バッターは4番、いいところに打つね。いきなりピヨってるし。投げた、打った、三遊間。田中、取った、一塁へ送る。間に合うか。間に合ったか。なおもピンチが続きます。バッターは5番、上田。犠牲フライはないからね。よしよしよし。1回の表が終わって1対1点くらいだったらなんとかなるってか。ヒット1本で1点か。やっぱフォアボールがいけなかったね。ちょっとフォアボールが多いぞ。先頭バッターのフォアボールは最悪だからねって言ってた沢村くんが。エイジュンくんね、クリス先輩から言われたんだろうけど。ランナーは2塁変わりません。第2球投げた、打ちました。あ、これはちょっと待って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 、あ、待って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 、すげえ皆様心配そうな顔でこちらを見つめている。2回の裏、1点を追いかけます。一発秒か、攻撃1点。初球打ち引っ張った、わずかに三塁線切れました。ファール、それにサークルチェンジ。緩急がね、やっぱ一番投げました。打ちづらい、低め、緩急持ってるし。ボール2ストライク、打ちました。おっと、これは危ない危ない。第5球投げました。うお、ドロップがあるか。なかなか嫌な球種を持ってるね、ドロップカーブ。うお、これ待って、どっち？お任せします。見つめている。こんな外野いるか？三塁打になっちゃったよ。今のは回り込むべきだったか？ちょっとリプレイで見てみよう。見れるか分かんないけど。転がりすぎたんだね、やっぱり。取れないって思ったら回り込んだ方がいいんだよ。難しいわ、守備は本当に。これでワンアウト、ランナーは三塁変わりません。そう、犠牲フライっていう可能性もあるけど。あ、これはちょっと今日は打たれてるね。ボールは中継、スワローズ1点入りました。2対0、川端タイムリーツーベース。カープ、なおもピンチが続きます。うん、いいところだ。バッターは4番、そして4番か。バッターボックスはショートゴロに倒れて、ちょっと本当にボールが多い。これはゲッツーにはならないか。セーフ、一塁はセーフ。名殺失敗、ランナースタートを切った、三振。おお。3回の表が終わって2対0。さてさてさて、この回1点を奪われ、防御率と勝利数が全部占めてるな。奪三振はあれだね、誰だった、藤浪だった。藤浪って結構あれだよね、すげえ調子悪いみたいな。調子が悪いんだか荒れてるんだかよくわかんないけど、あんまりいい評判は聞かないよね。今空振り三振、バットアウト。低めの変化球でスイングアウト、打ちました。ショートバウンド、お見事。菊池、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。あと大谷ってどういう成績なんだろう。回の表がちょっとね、こっちはセリーグなんで、あんまり大谷選手の動向は見てないですけど、やっぱり大谷はね、パワープロアプリの方で出てきたんで、キャラとして結構強いですね、使いやすい。やっぱり
二刀流なんでピッチャーでも使えるし野手でも使えるし、しかもね割と7位的なポジションとして使えるんでかなり強いですね。ちょっと1本打ってこう、1本カットボールか。この試合が終わったらちょっと大谷選手の成績を見てみましょう。どうだこれは、一応走ろう。おーホームラン、69号とか1点差。ただもう6回か、いやまたストレートのフォアボールかよ。ちょっと大丈夫か。投げました、ここは振ってきました、ピッチャーの左へ転がした。これしかも危なくね。おお、ギリギリだな。第5球投げました、空振り三振か。ピッチャーを変えてきました。あ、もうリリーフが出てきたか。バッターは第2今波、スワローズ代打構成に出ます。インコース、見事見事。最後は伸びのあるストレート。なんだかんだ6回1失点か。悪くはないといえば悪くないけど、ボールが多いよね。ボールが、ここはちょっとチャンスだ。チャンスに強いミカミックスを。サードランナーちらっと見た。うわちょっと待って、速い。149キロか。でも伸びとか持ってんのか。そうではない。フォークいいとこ投げてくるね。これはちょっと追い込まれてしまったな。待て、危ね危ね。なんとか食らいついた。第5球投げた、ちょっと待て。ああ、これはでも上がっちゃったな。犠牲フライにもならないからな。掴んでこれで3アウト、2アウトだから。いやこれはやられたね。松田ズーム、もう一回回ってくるかってところか。見逃しの三振。代打は荒木、スワローズ続けざまに代打を起用してきます。代打使ってんね。縦のカーブ、空振り三振、三者連続三振になりました。タイミングが全然ずれてんだけど。山田、変化球、空振り三振。おー、いいね。4連続三振。お、すげえ、4連続三振。最後はスイングアウトの三振。今日は新井さんか。スワローズ、この回は上位打線から始まります。低め、空振り三振、5連続三振になりました。すげえ。バッターは3番、岡田さんすごいんだけど。ここまで全打打った、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第6球をフルカウント。あー、これは待って待って待って、届かない、無理だよ。めっちゃ被ってるけど。バレンティン、いいバッティングを見せました。だからもう少し守備力と走力があれば、間に合ったかもしれないけどさ、さすがにそこまで求めるのは酷だよ。第3球を投げました、打った。これはライト大丈夫か。おお、めっちゃ上がったな。そうだよね、これやりたいんだよね俺も。1回もできてないからな。代打送るか。これは送り。しかもこれは2アウトの満塁ですか。さあ、この勝負でゲームの流れを引き寄せるか。ターニングポイント、タイピン F。 第9投げました、落ち着いていく、落ち着いて。送りも出てるからな。投げました、オーラン。いやー、これはでも上がっちゃったよ。取りました、うわー、怒られる。チャンスを2回潰してるからな。もうひと伸びなかったね。カープチャンスを潰します。うわー、潰しますって言われてる。言葉できませんでした。申し訳ない、本当に申し訳ない。やばい、イケイケモードなした。縦のスライダー、空振り三振。ただもう9回は俺には回ってこないからな。俺が5番だから下位打線になってくるのか。これでツーアウト、これはかなりきついね。一塁ランナー自動的にスタート、三振。9回の表が終わって2対1。どうだ、おお、1点取った。延長戦に持ち込んだよ。膝元外れてフォアボール。この先頭バッターのフォアボール、完全にやっぱり1点取りに来てるよね。ピッチャーの左へ転がした、まあアウトを1つ取ってこう。カープピンチを迎えます。打ちました、これは抜けたか。いやー、取られた。
完全に左中間だな。もう俺全然動いてねえかんな。バッターは頼れるスケット、そして4番バレンティンか。追加点を取られるともう本当に無理だぞ。バッターは5番上田、今日5度目のバッターフォアボール見送ってフォアボール、ジャクソンストレートのフォアボールを与えます。投げた、打った、おー、これはでも大丈夫でしょう。レフトフライになった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。延長10回の表が終わって3対2、塁に出てくれば俺まで回ってくるか。頼みます。よし来た、これは来たぞ。終わりよければ全てよし、それでいこう。失投か。さあ次の投球、いやちょっとこのストレートは速い。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ、投げた、おら、いやーちょっとずれた。これ多いね今日。うわ俺で終わってしまった。しかもさて本日のヒーローは川端、川端か。決勝点これだけチャンスを潰してしまうとは。敗戦ジャクソンか。いやでも1本打ってるっちゃ1本打ってるんだよね、ホームラン。チャンスでの凡退が目立った、すいません。6回のチャンス、9試合連続本塁打。はい。いやー申し訳ないね、今日のでファンが減ってしまった。でも素晴らしい活躍だった。どっちだ。ベースランスパイク、でまた新しいあれか、最強助っ人に並べ、打点を6試合か。マンスリーラッカー月間20本、これってトータルだよね。今から20本はもう無理だよ。こっちの方が簡単そうだからこっちにしよう。ちょっと調子を落としてるからな。で移動して阪神戦か。そうか、移動で終わったから特に行動はできない。で奥井はもう出た。あ、鈴木さん復帰してるね。ライトにいるよ。しかも好調だよ。本当に大丈夫？病み上がりだけど大丈夫ですか？能力が落ちてるわけじゃないからね。たださて今日は1回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは上本、打ちました、ショート右横のフライになりました。うん、大丈夫だね。取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは中谷、投げた、打った、これも大丈夫か。掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番原口、投げた、打ちました、三遊間の打球、一塁送球。いやああいう球とか速いよな。ジョンソン、この回きっちりと。プロからすればまあ普通の打球かもしれないんだけど、素人目でいくと取れる予感がしないからな全く。投げた、これはでもフォーク、フォーカーフェイス、第2球、リリースも近い。リリースがもういまいち分かんないんで、あってもなくてもそんなに分からん違いが。奪三も近いよ、追い込まれてるかな、どうする。これはでも打ちました、ボール球だったね余裕で。危ない球、内側に入ってきての外側に来るかな。そういうわけではない。打ちました、センター前に出る。いやここ最近ちょっとバッティングの調子が悪いな。2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。バッターはトラノ、おお見事。バッターカリブの長距離砲、アンダーウッド、投げました、打ちました、これはセカンド正面、アウト、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは福留、投げました、変化球、空振り三振。すげえバット早く振ってたね。1点、2点、5点。カープリードで迎える3回、すげえな、もう俺の出番いらねえんじゃねえかっていう。いやこれもね多分ね取られるよこれ、センターに。もうちょっとなんだな、ちょっとスランプになってんな。3回の裏、5点を追いかけます。皆さん調子いいけどね、俺の調子が悪い。初球を打ちました、菊池ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、
これでワンアウトランナーはありません。バッターは8番北条。現在の打率は2割4分。初球を打った。これはでも大丈夫か。レフトフライ。飛距離は出ていません。レフト取りました。あれ鈴木さんライトか。ツーアウトランナーありません。バッターはピッチャー能見。初球見逃し三振。阪神甲子園球場から打ったな。ちょっと阪神タイガース対広島東洋。打率でも鈴木さん規定打率足してるんだ。2ヶ月くらい離れてたよね。タイガースこの回1番からの高打順になります。結構な怪我だったはず。あ、これはちょっと待って大丈夫。おお、お見事。マジで俺の居場所がなくなるぞこれ。外野としてのお任せ、お任せ、あれ危ねえ危ねえ。これでツーアウトランナーありません。投げた、打ったに当たりだ。ショートバウンドボールを掴んだ。いや、さっきのやつ取れてよかったな。うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。5回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。バッターは虎の伊達。150キロ直球、空振り三振。第3球、まあ、5点もね、余裕があれば投げやすいでしょう。これでツーアウトランナーありません。バッターは6番福留。通算255本塁打まであと4分。あ、待ってセンター下がった。ちょ待ってよ、これさ、マジでさ、わかんねえんだよ。あの福留なんていうの、打点が超アングル悪いんだもん。いや、これはアングル悪いって絶対。改良してもらいたいな、本当に。俺のせい、絶対俺のせいだよね。あれ取れてれば別にこんなさ、1点取られることなかったのに。申し訳ない、これは自分の手で取り返します。まだ点数的には余裕があるけど。第2球、もうカウントはワンボールワンストライク。フォークをよく投げてくるね。下2つ持ってんな。なんだスライダーか。バッター追い込まれました。第4球を奪三振持ってるのがやっぱり結構厄介だな。投げた、高め、これはでもボール球だね。スタンドに入りました。ファール。投げた、フォーク。うわ、落ちるわ。やっぱりすげえ落ちる。タイガース大展開で迎える6回です。バッターは鳥谷。打った、三遊間のゴロ、うん、アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターもう1回くらいしか今日は回ってないかな。打ちました、セカンド前方のフライになりました。セカンド落下点。一応こうやって若干変えられるんだな。これはこれだったら見にくいね。バッターは2番中谷。今日はサードフライと。あ、待って、これはでも任せよう。お願いします。取ってこれで3アウトチェンジ。阪神、俺の守備範囲狭いからな。あ、回ってきた。今日みんな調子いいね。今日はここまで3。俺も打ちたいな。1三振。サードランナーチラッと見た。これは入ってくるか。もう入っては来ないか。いいところですが外れています。カウントは2ボールノーストライク。投げました、ジャストミート。うわー、ガブスで。センターからセカンドへカープ、さらに1点追加。よしよしよし、とりあえず貢献はできた。7回の裏、タイガースラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは原口。今日打った、フラフラッターが。ただこれで本塁打記録が取りました。止まってしまったな。これでワンアウトランナーはありません。バッターは虎の伊達。糸井、ここまで2打打ちました。いい当たり。待って、これマジわかんないって。これでツーアウトランナーありません。バッターカリブの長距離砲。地図みたいなの見てもさ難しいんだよね。取りました、これで3アウト。ジョンソン見事タイガース打線を抑え切りました。8回の裏、ヒット2本で1点か。この回の先頭バッターは福留。打ちました。あー、これは際どいね。ヒットになります。福留、いいバッティングを見せました。ただ2塁までは打たれなかったか。現在の打率は、ここはしっかり抑えていこう。空振り三振。最後は146キロストレート。打ちました、ショート正面。ゲッツー。2塁フォースアウト。お見事。ゲッツー。3アウトチェンジ。お、5打席目も回ってきた。ちょっとこれはリードを迎える9回です。もう一本、もう一本欲しい。どう、これは伸びた、伸びていった、いったいったいった。よしよしよし、皆様のおかげで5打席まで回ってきたからね。打ちまくってくれたから。ありがたいことです、本当に。仲間に支えられてるっていう感じだな。すげ
け何本打ってんの10ヒット18本、14対1とか。さて今日のヒーローは勝利投手のジョンソン、本当に今日は大活躍でした。いやみんな大活躍したよ。誰がすげえ打ったんだ本当に。ジョンソンは16勝目ですね。エルドレッドさんが29号、田中さんが6号か。成績を見ましょう。菊池さん2安打、エルドレッド、本塁打、安打の2点、安打。俺も最後は打ってると。うん。まあ、とにかくみんな打ってくれたと。マルチヒット。あ、そうだ。大谷選手のあれを見るって言ったけど、見てなかったね。ガーン、ノーマルグラブか。そんな簡単に壊れるの？全記録かな？で、パリーグの日ハム。投手から見てみますか。10勝してるんだけど。まあ、負けも結構あるけどね。それでも10勝してるんだ。大谷選手、最近1勝したっていうところだったからね。いや、まあ、能力だからね、やっぱり。登板数は23。完封も2上げてるね。完投13。いや、すげえ強いわ。で、野手的には、おー、打率もトップじゃん。で、本塁打は23。中田さんが一番打ってるね。いや、これだけ見るとさ、マジ大谷選手めっちゃ強いよね。野手能力、広角打法、初球レーザービーム。そう、レーザービーム持ってるのがいいんだよね。大体さ、高速レーザー持ってる人ってレーザービームも持ってるから、金徳かぶりとかにね、全然あのサクスペの話なんだけどなっちゃうんで、まあ、サクスペっていうかアプリか。レーザービームだけ持ってるっていう人だとビビちゃんとかがね、わりかし使いやすくなってくるんですけど、まあいつかサクスペの方でも使っていきたいですね。ということで、ちょっとね、最後の方、バッティングの方取り戻したかなっていう感じで、今回は終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。